はい、皆さんこんにちは、宮下です。今日はですね、リンゴルフオープンのベルナティオ会場に来ているのですが、せっかくお世話になっているということで、ここにやっているアルプスアドベンチャーに、挑戦したいと思います。イエーイ。そしてなぜ僕がやるかというと、ゆっこちゃんがこのくらいのスカートを履いてきているので全くできない、撮影にならないので僕がやります。結構本格派です。怖いです。僕高所恐怖症です。たくさんの自然な生物たちがおると、キツネ、タヌキ、コウノトリ、オニヤマツバエ、トキって見ていって、ツキノワグマがいる。かわいい、かわいい。僕はなんとかしてツキノワグマに会いたいと思います。では行きましょう。給食に戻っちゃうんですか。コースに入る前に練習を、はい、こちらの、これはこうやって、黄色が来たらプーリーを、はい、プーリーします。でここでちょっとこの紐が横に来てるから一番下に持ってってあげてください。そうするとやりやすくなる。なので片手以下に折って、めっちゃ怖。でちょっと練習コースは低く設定してあるんでやりたいんですけど、はい、ではこんな感じでぶら下がって、お腹に乗っかった方がいい。それでもこう浮いてたもん。実際こう低いので、実際はもっとあのこういうふうにお尻乗るなんで、怖。ここはあの高さがないので、はい、めっちゃ速い。はい、これをおうおう、これ初級ですね、うん、だいぶ初級ですね。これも怖いし、これ何これ、これダメでしょ。
頑張ってください。これ何なんすかこれ。ワイヤー1本だけのコースです。え、これ歩いてくるの？歩くの？すごいじゃん、中国みたいですよ。え、これシャアじゃないんだ。横歩きですね。あ、カニ歩き。さすが正面からは。そうですね。これ普通に誰でもできるんですか、こんなの？子供たちもやってますよ。え、ちょっと待って、今集中しよう。ここに寄りかかりながら、そうですね、前にこう体重預けながら、後ろへ、後ろへちょっとダメですよね。じゃあね、前の方 でそのままずるって前に行くこともない、ね、横の方でこうバランスが取れるんで、横にカニ歩きですね。はい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 、うわ怖い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 、畑しか見ないんですよ。ちょっと待ってください。はぁ、これマジで、あのちょっと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 、まあ半分行ってないですね。やば。え？本当無理っすこれ。え？いや大丈夫。大丈夫。あります。さらっとまだあるみたい。あの、そのコースよりもさらに、まあ、は最後の方ですね。上級を新たに作る、まあ、上級は、まあ、あの計画中で、これ無理っすか。あ、でもあ、できたできた。今足震えてるもんだって。はい、これはもうちょっと深呼吸しよう。なんでこんな揺れんの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと足が震えてる。あー、すごい。なんでこんな揺れんの。え、そういうもんなんすか。怖っ。警察というところも楽しんでもらえるように。ちょっと待って、一体化したい、この施設と一体化したい。怖い。ちなみにそこの右前にある木のところについているのがリスの餌台になっているので、リスの餌台、はい、そこを、頻繁に来ているので、もう中入ってないと思う。リスになりたい。リスが結構ちょいちょい来るので、うん、まあ、リスの気持ちになった。熊に会えるところじゃないんですけど、もうなんかくそ、うわ考えたくね。ちょっと待って、これ結構高くないですか。これも踏み外さないように気をつけて。これ怖いくない。上のロープだけ持っていくんですけども、はい、難しそうだな。ワイヤーさっきやったと同じやり方で。いや、これはもう無理です。僕長いし、さっきあのさ、本当に怖いよ。そこは怖いと思います。はぁ、行くしかね。はい、怖っ。いやー、もうちょっと待って、ちょっと
なんかないんですか、こうメンタルアドバイスとかないんですか。そうですね、まあ、遠くの景色見ながらですね。あの景色はすごい綺麗ですよね。そうね。こっち？こっち？前の方ですね。前の方見ると、前の方見ると高さ的になんかそんな高く感じたくない。感じないです。確かに。視線的には。はい、行った行った。はい。あ、上がってきた。大体ワンパーティーに最大8から多いければ10。余裕がない感じ。まあ喋ってると余裕があるっすよ。あともう少しです。よっしゃーよっしゃー、頑張った。超集中して今ロープと一体化したよ僕は今。もうない、もうない、もう、そう、大丈夫ですね。もうない、そっからもう、あとはあの怖いとこはない。あーやだ、おーあーやだ、これ足つぶ。あーうまい。あー、もうこのね、結構いろいろあったんですよ、人生的にもいろいろ。どうですか、結構この十何年の中でも結構トップクラスの怖さでした。ずっとこうですもん。これ。そう、高さはやっぱりいい高さなんで。ロープがやだ、ロープが。これとかも考えられてる。でも10回ぐらいやればできるようになりそうです。これもうボーナスステージですよ。まあ、全然怖くないですよ。ちゃんと行かないと。あ、上手になった。足まだ震えてますよ。これで3コース終わりですので、お疲れ様でした。ありがとうございました。で、あの初めの時は表情が暗いですけども。これ半端ないっすね。もう初めてやる人、逃げ出さないんですか本当に。あの本当無理な場合は、うん、あの引き返したりします。同じ道帰るんですよね。そうですね、北行きは戻っていくっていう。本当無理な場合はそうします。た方がいいと思うよ、人生的に。もう良かったと思うな、ここまで来れて。やっぱり生きてるってことを実感しました。そうです、あとは達成感もすごいあると思う。あります、はい。あの目が覚めました。皆さん、ベルナーチを見た時はぜひ、アルプス、ね、アスレチックアドベンチャーで、これよりもきつい上級者コースを今制作中、計画してますね。いつオープン予定？まだ来年、まあ確定じゃないですけども、来年以降です。来年以降で準備してます。物足りない人も来てください。